ブルース・ナウマンはアメリカ合衆国の現代美術家である。各種メディアを駆使した芸術活動で知られる。作品のジャンルは彫刻、写真、パフォーマンスアート、ビデオアート、インスタレーションなどにわたり、極めて多様である。1941年、日本軍による真珠湾攻撃の前日、インディアナ州フォートウェイン市に生まれる。幼少期は父の転勤のたびに、 アメリカ中部の田舎を転々とする。ナウマン自身は自分の幼年期について故郷と言えるような懐かしさを覚える場所がないと回想している。ミルウォーギーの高校時代には学校のオーケストラでベースギターを演奏していた。クラシック、バルトークベーラなどの近代音楽、フォークソングなどを幅広く好んでいた。1960年から ウィスコンシン大学で数学と物理学を2年間専攻する。1962年の秋から専攻美術に変更し、その後2年間は絵画を学ぶ。この頃は、反抽象的な油絵を描いていた。1964年、ウィスコンシン大学マディソン校で、理学士号を取得後は、カリフォルニア大学デイビス校で美術を学ぶ。1965年以降、 絵画制作から離れ、立体作品を手掛けるようになる。サンフランシスコにあるアンナ・ハル・プリンのダンスシアターワークショップに参加していた。この時期に実験的な映画を友人と撮影している。ルートビヒ・ウィトゲンシュタイン、ウラジミール・ナボコフの小説、サミュエル・ベケットの擬曲などを愛読。ジョン・コルトレーンのジャズ、スティーブ・ライヒ、テリー・ライリーなどのミニマル音楽にも傾倒する。 1966年、デイビス・コーで修士号を取得後、サンフランシスコへ移住。元雑貨店だった家屋に自分のスタジオを持つ。このスタジオで2年足らずのうちに多くの初期の傑作を生み出した。同年、ロサンゼルスで初古典。サンフランシスコ美術大学で教鞭を取る。1968年、全英舞踏家、メレディス・モンクと出会い、影響を受ける。 同年、レオ・キャステリ・ギャラリーで、ニューヨークでの初個展さらには、デュッセルドルフのコンラート・フィッシャー・ギャラリーで、ヨーロッパ初個展この年には、カッセル・ドクメンタにも参加している。1969年、カリフォルニア州パサディナ市へ移住。1972年、ロサンゼルス、ニューヨーク、ヨーロッパで開個展が開催される。1979年、 ニューメキシコ州に移住後、1981年に西ドイツなどで、さらには1986年、オランダなどで開顧展が模様される。1992年、カッセルドクメンタにビデオ作品で参加。1993年にウルフ賞芸術部門にて、ウルフ賞を、1994年にはウェックスナー賞を受賞。1九十三から十五年にかけて、 ウォーカーアートセンターとハーシュホーン美術館の共同企画による大回顧展が行われる。この回顧展は、レーナ・ソフィア国立美術センターで始まり、ロサンゼルス現代美術館、ニューヨーク近代美術館、クンストハウスチューリッヒに巡回した。1999年、第48回ベネツィア・ビエンナーレで、禁止賞を受賞。2004年、第16回、 高松の宮殿下化記念世界文化賞の彫刻部門を受賞する。同年、ロンドンのテ都トモダンのタービンホールを多くのスピーカーを使って様々な声が交差する言葉の作品で満たす作品、ローマテリアルズを展示。また、ベーシュタイムで最も影響力のある世界の100人に選ばれる。2009年のベネチアビエンナーレではアメリカ代表としてパビリオンを出展し、 金糸賞を受賞。2014年、オーストリアのフレデリック・キースラー賞を受賞。ビトゲンシュタイン後期の思想に刺激を受けている。哲学探求で語られる言語ゲームからの影響が、ナウマンの言葉遊びの作品などに顕著に見られる。ラモンテ・ヤングの前衛音楽や、ジョン・ケージの芸術思想にも影響を受けている。真のアーティストは、神秘的な真実を明かすことで世界を救うと書かれた。 ネオンサイン。サミュエル・ベケットの、モロイに登場する人物の歩行の描写をモチーフにした一時間のビデオ作品。観客が作品を最初から最後まで集中して、見るのではなく、彫刻のようにギャラリーで一時的に見て、定期的に戻ってくることを意図して制作された、ビデオ作品。拷問されている、道家師が、脳と叫び続ける、道家師が、 子供の退屈なジョークを話し続ける。金魚鉢を手に持って落とさないようにする道化師。公衆トイレに座る道化師など。監視カメラを使用した閉鎖回路イ,インスタレーションの先駆者としても知られる。ありがとうございます。